怖い。え、うわ、おい、キング、うわ、ここが天の丘、バカみたいだ。最後になんでこの場所に来たんだろう。この体が鮮明に記憶していた場所、初めての友人を得た誓いの丘の意味だ。こんなところも僕自身も何もかも失った。もう機能を止めてしまえばいい。創造主に見捨てられ、初めから帰る場所なんてどこにもなかった。ただの偽物なんだから。え、キング、キング様、何をしている。立ち上がらぬか、ふぬけ。どうした、立てぬのか。それでも神々の最高傑作と言われたものか。何があったかは知らぬが、胸に罠なんぞ開けおって、油断にも程があるろ。何を偉そうに。お前に見下される僕のものか。そ、こんなところをお前なんかに見られるなんて。そういえばこんなものが待っていたな。使い機会を逃してしまった。捨てるのもなんだ。貴様にくれてやろう。していただけはある。ウルクの大敗、それなりに使えるではないか。なんでこの真似を。僕はお前の敵だ。ティアマトに作られたものだ。お前のエリキドゥじゃない。ただ違う心を入れられた人形なのに。そうだ、貴様エリキドゥとは違うもの。奴の体を使っている別人であろう。だがそうであっても、貴様は我が庇護の、いや友愛の対象だ。言わねばわかるか、この大バカ者が。たとえ違う心、異なる魂であろうと、貴様のそれはこの地上でただ一つの天の鎖。奴は己を兵器だと主張して譲らなかったがな。その言葉に習うのなら、俺が貴様を気にかけるのも当然至極。何しろ最も信頼した兵器の後継機のようなものを、悲劇にして何が悪い。優しすぎるよ、ギルー様。ではの金、世界の終わりだ。自らの思うままにするがいい。ギル様、何この、もう惚れちゃうよ。何よ、今さら。僕には成し遂げるべき目的なんてなかった。自由なんて選択する知性もないのに。何こんなの、もう惚れてるくせに。確かにさらに惚れちゃうよ。もうお前は惚れてるだろ。そうだった。え、怖い。大丈夫か、そのティアマ。え、なんだろう、あの鍵。ファー。え、嘘だ。え、嘘だ、死んじゃうの。え、キル様、ヘコアラを守って。キル様、死なないで。気にするな。死ね。僕は新しい人。
まだ一人の新人類キングだ。だけど この体がやるべきことを覚えている。武力の大半よ、力を貸してくれ。ティアモト神の息子キングはここに天の鎖の名を示す。母の怒りは過去のもの、今呼び覚ますは星の息吹。エヌマエイシュ。